皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは学園祭の王子様新章実況プレイやっていきましょう。前回は六角中のサエさんを攻略しました。彼は一体紳士なのかチャラ男なのかどっちなのかなというところで終わりましたが、今回はですね、彼こそもしかしたら柳生先輩に続く紳士なのではないかなと思います。それがこの方、セールドルフ学院中の水木はじめさん、水木さん、やっていきましょう。あ、そうですね、私前回前々回かその前の実況に行ったと思うんですけれども、あーゼニプリフェスタ行きたかったと言っていましたが、私なんと10月15日の松の会に参戦決定しました。やっぱゼニプリフェスタ行きたいですよね。年に1回ではなく、もう今回何年目だろう、3年2年、でもそのくらい経ったので、やっぱりね、あのテニプリフェスタの感動を味わいたいんですよ私は。なのでチケットキャンプで松の会を買いました。なので今からとっても楽しみです。そしてね、また偶然といってはなんなんですが、10月15日にテニプリフェスタ松の会に行って、16日におそ松さんの舞台を見に行くんですけれども、なんと松つながりなんですよ。週末2日松の会、おそ松さんの舞台で、なんと松つながり、いやーびっくりしましたね。まあそれは置いといて、セールドルフ学院中の文化祭を覗きに行きましょう。覗くというかお手伝いですが、8月19日金曜晴れ、今日は中間登校日、大変な事件が発生。関東大会で代表に選ばれた7校のテニス部が合同で学園祭を開くことになった。そしてそのなんと運営員として私が選ばれてしまった。テニス部ってなんだかすごいとこらしい。私で本当にやれるだろうか。でもこんな大きなイベントらしい、いろいろと楽しいこともいっぱいありそう。あー楽しみと不安がごっちゃになるな。ともかく明日会場に行ってテニス部の人たちと打ち合わせ。これからどんなことが起きるのかな。まあなんとなく伝わってればいいんですよ。伝わってればだいぶ大丈夫ですよ。今日は運営員としての初仕事、なんだか緊張するな。私もこの季節に戻りたい。なんか急に寒くなったじゃないですか。私若干風邪気味ですよ。なので咳とくしゃみをしてしまった場合、ほんとすみません。あ、そうですね、言い忘れてたんですけど、この早口プロローグ今回が最後となります。一通り学校を、まあ全学校回ってたので、次回からはこのプロローグは飛ばして、あのキャラを選択するところまで飛ばす予定なのでご了承ください。なので最後のプロローグいきましょう。学園祭は9月の3日と4日に開かれるんだよね。あと10日余りか。思ったけどさ、10日余りでよく人が落とせるよね。ここが会場か。なんだか立派な建物ね。来ました、彼です。これで全員のようですね。それじゃあミーティングを始めますよ。私最初この人が部長なのかなと思ったら違うんですよね。確かマネージャー兼選手だったような。
それとさ、水木さんのうんふんっていうのはさ、私別の人が浮かぶんですよね。いや、もしかしたら声優業界でうんふんが似合う人は石田さんか平川さんしかいないんじゃないかなと私は思うんです。まあでも、もう一人の方はこんなに爽やか？紳士？まあ紳士っぽいけどちょっと行き過ぎた紳士ですけど、まあそれも彼のいいところだと思うので。水木さん。お、藤先輩。藤先輩じゃないか。藤先輩だけど。はい、何でしょう、ゆうたくん。藤弟って言うと怒るので、じゃあ今回彼はゆうたくんと呼びましょう。そこにいる女子は誰なんです？おや、僕としたことが失礼しました。ねえ、同じ2年生なんだからちょっとは知っててもいいと思うんだけどな。なんか誰か一人クラスで一緒になっているキャラを作ってほしかった。なんでこいつがいるのとか、あれお前は確か同じクラスのとか始まってもいいのかなと思ったんですけど。彼女は学園祭の運営委員です。2年の黒宮ゆりあです。よろしくお願いします。部長、よろしく頼む。彼女はこれからいろいろと我がテニス部のサポートをしてくれます。さて、大体のことは知ってると思いますが、一応確認のため説明します。全国大会に出場するテニス部が主導となって合同学園祭を開催することになりました。もっとも我々は緑山中が参加を辞退したための繰り上げでの参加なんですけどね。緑山中って誰か知ってる人いたっけ？あれは銀河中か。てかさ、なんで水木さんが喋ってんの？こういうのは部長かさ、そういう、あ、でも立会は副部長。でもあれは雪村先輩が病気で入院してたし、ここは立ち位置はさ、赤澤先輩じゃないの？繰り上げか。あんまりいい気分じゃないっすね。いいじゃないですか、ゆうたくん。今回の学園祭、その雪辱を果たすチャンスかもしれませんよ。チャンス？それについては後で説明しましょう。わあ、ダメだ、石田さんが頭にちらつく。石田さんのオカマキャラはさ、こういうところからいろいろ抜粋して得られたものなのかな。今回の合同学園祭は地域振興を目的として、アトベ・サカキ両グループによる出資で開催されます。協定のアトベと監督のサカキか。なんか気になるダーニー。そうだ、彼もいたね、ダーネ君。ダーネ君もとい柳沢先輩でいたっけ。私この人のダブルスパートナーの方が好きなんだよね。アツシ君、アツシ君は氷帝の川地君と同じ声優さんですね。うん、僕の調べでは怪しい点は見つかりませんでした。心配はいりませんよ。これは僕の想像ですが、氷帝、特にアトベは今回の学園祭で関東大会のリベンジを狙ってる気がしますね。リベンジ？どういう意味だ？今回の学園祭にはちょっとした取り決めがありましてね。学園祭に参加するテニス部には模擬店の出店が義務付けられています。そしてその模擬店はコンテスト形式になっているんです。なるほどな、そういう勝負を仕掛けてきたってわけか。あはーん、そういうことですか、水木さん。
それなら俺たちも関東大会で負けた声楽と評定に一泡吹かせようって計画ですね。負けられませんよね。模擬店は各学校のテニス部単位で3店舗まで出店できます。わあ、なんか水木さん落とすのがだんだん嫌になってきたな。これウフはさ、語尾とか最初に必ずついてくるもんなのかな。これだんだんさ口癖が移ってくるパターンじゃないの。で、言うたらってさ、あのアンダーセブンティーンのあの部屋でなんだっけ、クラウザーがナイスゲームって言った時、なんか水木さんの感じがわかるなとか言ってたし、これ私完全に口癖が映るパターンだよ。売り上げの多かったテニス部には補助金も出ますしね。補助金？うちの部は別に資金に困ってるわけじゃないだに。さすがお金持ち。お金持ちなのかな。あって困るものでもないですからね。あったらあったれ、貯金しましょ。あと自由参加のアトラクションもあります。なんだアトラクションとは。バンド、演劇、歌、何でも構いません。こちらは他校のテニス部と組んでもいいです。他校のテニス部と？面白そうだね。ユータは兄貴と組んでみたらどうだね。わ、悪かっただね。あれまだ仲悪いのかな。アトラクション優勝組の賞品はウィンブルドンのチケットと航空宿泊券だそうですよ。ほう、それはすごいな。少しはやる気が出たようですね。しかしアトラクションだけじゃなく模擬店の方も力を入れてくださいよ。僕たちテニス部員以外の生徒も模擬店などに参加しているんです。主役の僕たちが売り上げで負けては保険に関わります。分かってますよ。で、これが今回の学園祭のスケジュールです。お、出るか。8月22日つまり明後日から9月1日までが準備期間です。9月2日は慰労会。なんか想像してたより普通だな。これも水木さんの字なんだよね。でも中3の男の子にしては綺麗な字の方か。ちゃんと略し漢字とか使ってる。準備開始の会がなんかお母さんが書いてた会と同じ。学園祭は9月の3日と4日に開催されます。日曜日の28日と月末の31日はお休みになります。なんでだね。夏休みの宿題が残っている人への配慮だそうです。ま、僕には関係ない話ですが。だと思った。ありがたいだね。その他の細かいことはこれから配るプリントに書いてあります。よく読んでおいてください。連絡は以上です。ご苦労だった水木。では解散。若澤先輩、なんかいいとこばっかり持ってったね。これはさ、完全に赤澤先輩がなんか遅刻化して仕方ありませんねって言って水木さんが一体話し合いに行ったようなもんじゃん。さて、いよいよ今日から水木さんを落としにかからないと。さて、では我がルドルフテニス部の出展する模擬店を決めましょうか。何か意見はありますか。やっぱり食べ物屋が無難だね。いいアイデアかもしれんな。食べ物屋といっても種類がありますよ。具体的にはラーメン屋なんかどうだね。難しそうだな。誰がラーメンを作るんです。
それは、食べ物といってももう少し調理が簡単な方が良さそうだな。それならいいアイデアがありますよ。ほう、なんだ。喫茶店です。まあ、無難っちゃ無難だね。いいんじゃないですか。そうだな、確か水木、お前は紅茶にうるさかったな。そうなんだ。ですから紅茶をメインにした喫茶店を提案したんですよ。それでいいんじゃねえの。では一つは喫茶店ということでいいですね。他にアイデアはありますか。模擬店は必ず3つ出さないといけないのか。いえ、最大で3つですから1つでも構いません。ここから3つに分けるとなると1人で店番とか調理とかしなきゃいけないから大変なことになりますよ。なら喫茶店1つに絞ったらどうだろう。その方が効率が上がる。さすがは部長、いいところをつきますね。どうですか皆さん。いいと思います。異議なしだよに。では我がルドルフテニス部は喫茶店を出店することにします。はい、決定。では委員会に報告をお願いします。わかりました。ではこれでミーティングを終わります。さて元彼に会いに行こう。以上です。ああ、ご苦労。報告も終わったし、みんなの様子見てこよっかな。さて、水木さんは なんだこれ。いっぱい資材があってごちゃごちゃしてるな。どこに何があるかメモしておこう。だけ？これは今後何かに生かされるか何かかな。まあ一応なんか、なんかある。かわいいボールペン売ってる、買っておこう。どの色がいいかな。選ぶの？白、シルバー、ブルー。シルバーブルー？これは何がいいの。これは適当に決めちゃっていいんだよね。ボールペンは赤は確かに目立ちそうだけど、私は赤いものはな。かといって白は汚れそうだし、じゃあシルバーブルーかな。シルバーブルーにしよう。だけ？特に、誰？ガック！ドダブレ！すごいジャンプ。おう、見てくれたか、今のムーンサルト。いや、ここでやったの？すごいですね。天井高くてよかったね。ふふん、まあな。ぶつかりそうだったのに避けてくれてありがとうございました。じゃあな。ここから恋が始まってもいいじゃない。ここから恋が始まったっていいと思うな。けど私は水木さんを落としにかかる。水木さん、今何か食べてます？喉飴をね。少し喉の調子が良くないので。本当だ、何か飴舐めてるような感じで喋ってる。私もください。ちょっと喉がおかしいんですよ今日。若干風邪気味なので。風邪ですか？いえ、違いますよ。大丈夫です。あなたも舐めますか、喉飴。いただきます。どうぞ。かわいいな、ずいぶんかわいいな。さくらんぼ？チェリー味ですね。おいしい。
先輩喉の具合を気にかけてるんですね。ええ、普段から気をつけるようにしています。まあ声優さんは喉が命って言うからね。だからなんですね、去年のクリスマスの賛美歌素敵でした。クリスマスの賛美歌？え、何？ルドルフはさ、ミサとかやってんの？それにさ、石田さん歌わないキャラなのにキャラは思いっきり歌ってますけど2年続けて読唱の栄を授かってますからね。おいおいおいじゃあ今年も読唱かな。いや、私と一緒に二重奏しましょう。デュエットしましょう、私と一緒に。天使の歌声ってああいうのを言うんだろうなって思いました。わ、彼は男版スーザン・ボイルだったのかな。ありがとう、褒めてもらえて嬉しいですよ。今年もきっと選ばれますよね。楽しみにしてます。ねえ、期待に添えるよう頑張りますよ。あれ、よく見たら襟に刺繍が入ってる。全員入ってたっけ。あ、ユータしか喋れないじゃん。ユータ。ん？ああ、お前か。あのね、学園祭楽しみだね。ああ、悪い。今ちょっと忙しいから後にしてくんないか。ああ、ごめん、わかったわかった。8月22日のお昼、さて喫茶店ブースもいい場所を取れたし、みんなにも教えてあげなくちゃ。ここが喫茶店のスペースになります。広さは申し分ないですね。テーブル、食器などについてはリースしたり倉庫にあるものを使う形になります。ここにカタログがありますから、どういうものにするかを皆さんで選んでください。カタログがあるのか。あ、やっぱり制服みんなに刺繍が入ってるんだ。私てっきり水木さんのこだわりでさ、自分でやったのかなと思ってた。ああ、別にどれでもいいんじゃ。ダメですよ、ゆうたくん、ちゃんと雰囲気を合わせないと。俺は水木に任せるだね。そうだな、水木が選んでくれ。まあ、こういう部員をまとめるのが部長の役目じゃないのかな、赤澤先輩。もう水木さんを部長にしてもいいと思うな、私は。わかりました。ではテーブルと椅子はこれを、食器は、おや、英国産のものも結構ありますね。この辺りのボーンチャイナやイマリも悪くない。私は何を言ってるんだかさっぱりわからないな。ははあ。なぜ笑う。今言ってたものって本当はどれも結構高いんですよ。あ、高いってことは私もわかるな。でもどんなものかはわからない。費用は委員会が負担することになっていますが、なんか学園祭委員長の跡部さんに似て、水木さんも感覚違うかも。壊したら個人で持つことにしましょうか。緊張感があっていいと思うんですが。それ何十年ローンになるよ。それはちょっと緊張感がありすぎる気が。そうですか。まあいいでしょう。それではこの辺の適度なものをお借りするということでチェックしましたので、お願いします。あ、はい。ではこれで委員会に報告してきます。いや、水木さんのこだわりがすごいということが伝わってきましたね。
や、それでは今回はこのあたりにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。